はい、じゃあ、まっちゃんちと言います。お願いします。ですね、急遽今日出る予定ではないんですけど、まあ急遽お願いされたんでちょっとやりたいと思います。まあ譜面がちょっとねなくて iPad でやるんでね、ちょっとところどころになると思いますけど、よろしくお願いします。じゃあ、最初の曲はね、フレンズという歌、レベッカの歌をちょっと1曲やりたいと思います。いつも歌ってやるんですけど、譜面がちっちゃくて見えないので座ってやります。はい。
つもはですね、まあ、本当はですね、まっちゃんちって言ったらキーボードとギターで、やってるんですけどね、今日は急遽ということでギター1本でちょっとやりたいと思います。次の曲はですね、まあ、2人で一緒に今から歌うんですけど、たった一つだけの I love you ということで、まあ、これも多分知られる方は少ないと思うんですけどね、なかなかいい歌なんでね、まあ、聴いてみてください。
ティアラという人の歌です、はい、これもね最近ちょっとねあのやりだした曲なんでねあのボロボロなんですけどね、じゃあ次の曲もね2人で歌いたいと思います、これは多分かなり知られてると思います。今を抱きしめてノアノアです、ね。遠くに見えたあなたの愛
最後の曲になります、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、2人でやる曲はね、もうノリのいい曲はないんですよね。大体もう大体もうなほわんとしたような歌をやるんでね、なかなかね、まあ次の曲はですね、あの一番まっちゃんちでは一番まあまあすごいまともかなと思う曲なんで、太陽のメロディーでこれでやりたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ました。アンコールですか。アンコールはもうこれの定めです。ソロでやります。今早かった。もう無理です。ソロでやってください。じゃあまあ最後、まあオリジナルをちょっと1曲やりたいと思います。まあいつもの歌です。僕の憂鬱という歌です。
いいよ、スイッチ押して。どうぞ。もう本当に、いいですか、いいですか。はい、いいっすよ。全て終了したいと思います。来月は4月29日にまた祝日ですね、ここでやりたいと思います。それからその後は5月6日のゴールデンウィークの最後にやりますんで、よかったら遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。あ、集合写真ってそのまま一つ撮らせて。